オタどうもありがとうごタファです今日紹介するおもちゃは、これだ !TFC 統一、ハワーです。H01、ミノスです。これはどんなおもちゃなのかというと、いわゆるいつものぽい人なんですけど、僕が大好きなトランスフォーマーのシリーズのトランスフォーマービクトリーに登場するデストロンのグレストフォースっていう6人からなるチームがあるんですけども、 その中のメンバーのヘルバットっぽい人のおもちゃになります。それから横にあるのが同じシリーズのハーデス H02 タナトス。これも同様にブレストフォースのメンバーでキルバイソンと言います。まあ、これはっぽい人ですね。というわけでミノスをビークルモードから見ていきましょう。ご覧ください。これがミノスのビークルモード。ジェット機です。 あの元ネタとなったヘルバットのトレードカラーはブルー。そしてアクセントカラーにところどころ黄色があったんですけど、今回のミノスはシャンパンゴールドですね。あの塗装もとっても綺麗です。で、ここのキャノピーは、このように開閉します。ちょっとわかりやすい大きさ比較していきましょう。このティッキュー、ティッキューということでね。スターセイバーのセイバー。これと比較すると、まあ、大体同じぐらいですね。 で、ロボットにトランスフォームすると、大きさがボイジャークラスぐらいなんで、まあ、コンボイ。ボイジャークラスですね。ちょっと他にもいろいろ並べてみましょう。同じメーカーの TFC トイズの左腕に変形するロボット。左腕になるスリング。これがデラックスクラスなんで、うん、一回り大きいですね。こんな感じです。それからミロスは、その合体ロボであるハーデスになった時に、まあ、左腕を担当するんですけども、拳パーツが両腕分ついてきました。 これですね。で、これが多分 TFC トイズと同じ、あの、企画の手首なんですよね。だいたい同じぐらいの大きさで,で、この合体ジョイントも同じなんですよね。それからなんと言っても、これです。これ後でじっくりお見せします。あとはビークルモデルのギミックとしては、このランディングギアですね。ここ。脚部側の2箇所と、あとはここです。これを押し込むと、縮みます。 そしてこれを中に押し込んで、両脇のパーツでこのように閉じます。このようにランディングギアを収納できます。それからこのパーツなんですけども、このビーグルモードの時にマウントできる場所が、まあ一応あるにはあるんですけども、このランディングギアがギリギリこう届かないんですよね。あとはちょっと不格好になっちゃうんですけど、どちらか両側のウィングのここに取り付けると、 このようになります。さあ、それではミます。ロボットモードへ変形させます。変形 <laughs> では、まあ、これの変形難易度なんですけども、そうですね、ロボットにもなるし、腕にもなるっていうのを考慮すると、まあ、6ですね。若干高めですね。まあ、ゆっくりやっていきます。まずは裏側。ここの腕の、この形を覚えてください。で、ここにピンがあります。これを外して、ここの、 肩の根元にもロックがあります。今カチッていう音がしましたね。これです。ピンはこことここ。それからこの3箇所を外します。この2箇所と、ここ。そうするとこういう風うになります。次は反対側。このウィングのこの付け根ですね。これをちょっと外してあげると、ここにあったピンが外れます。 この両側のピンを外すと、この機体が少し曲がります。で、曲げたら、ここを引っ張って、こっち側と、あとはこっち側、カバーを開きます。ウィングちょっとどかします。で、コンバイナーウォーズ的な、あの、脚部の伸ばし方ですね。足を伸ばして、再び折りたてたます。そして、この尾翼は、こっちに傾けます。脚部を分割します。足首は、ヒンジとボールジョイントで、 このように展開します。こうです。さあ次は、この機種。これを反転してこっちに持ってくるんですけども、これがちょっとね、タイトなんですよね。ちょっとゆっくりやっていきましょう。ここのウィングを起こします。そして、頭部を外に出します。こうです。で、このランディングギアのカバーを開きます。で、この時、ここに二重ヒンジがあるんですよ。しっかり開いてあげます。こうですね。 で、ここの根元にピンがあります。ちょっと引っ張ってみましょう。持ちづらい。こうです。この両側のピンですね。これを外して反転します。で、これただ反転して、こう下には下ろせないんですよ。これまず失敗例を先にやります。これね、反転して、こう下ろそうとする。そうすると、これ干渉して降りないんですよ。ここがタイトっていうところですね。なので、なんていうのかな <laughs>。 こうぐるぐる回して、ここで、あの、しっかり、あの、折り曲げるんですよね。機種を。こういうふうにもうすでに、しっかり折り曲げてから、こう、下ろします。これ多分最初の変形のトライの時に、苦戦すると思います。ここだけ、覚えておいてください。次は翼を折りたてみます。こうです。で、反転して、このようにしておきます。ここにクリックがあります。ここが、 このように展開して、中に一段折りたたまります。機種の先端、ここが、このように分割して、さらに根元にボールジョイントがあります。ボールジョイントとヒンジを使って、このように反転させます。こうです。次は拳。そしたら腕を下ろして、 頭部を反転します。そしてこのパーツを胸部に取り付けます。完成ミノスロボットモードです <laughs> おー <laughs> あの変形工程が結構多かったですね。あの正直両ウィングを一度取り外して変形させるともうちょっと簡単に変形できます。各部ちょっとじっくり見ていきましょう。 まずはこれが頭部。目はクリアパーツになっています。それからこの特徴的な胸部。こんな感じです。で、特徴はなんと言ってもこの胸部ですね。そうです。このブレストフォースは、これが銃になります。手に持たせるとこのようになります。そしてさらに、これがコウモリに変形します。 ここ根元はボールジョイントですね。このように展開すれば、完成です。この元ネタとなったブレストフォース6人のメンバーは、胸部にブレストアニマルを携えています。これですね。各部の造形や、シャンパンゴールドの塗装など、とってもよくできています。この目はクリアパーツなんですよね。おおこんな感じになります。 いや、でもこのブレストアニマルや、この銃、これを再現できるのがいいですよね。戻すときは、この脚部のボールジョイント、ここをちょっとこう斜めにしてあげます。こうですね。さあ、次は大きさ比較。腰並べると、まあちょうどボイジャークラスと言ってもいいんじゃないでしょうかね。で、あのマスターピースのセイバーよりちょっと大きいぐらい。 うん。やはりこのデラックスクラスの副官スリングより一回り大きいですね。ボイジャークラス。変形 <laughs> さあ、次は巨大ロボ、ハーデスの左腕に変形させます。この拳をベッド使用します。まずはロボモードと同様に腕を展開します。そしてウィングを折りたたんで、 次はここ。これ脚部だった部分ですね。この足をちょっと折り曲げると、ロックが外れます。次はこのウィングを折りたたんで、ここのロックを外します。さあ、そうすると、ここ、ご覧ください。この正面の胸のパーツ、それからこの後ろ側、これが全部繋がってて、このようにパーツが分かれます。さあ、そしたらこの接続されているヒンジ、ここに回転軸があります。これを、 このようにして180度反転させます。ウィングを反転して折り曲げます。こうですね。ここをご覧ください。これが合体ジョイントです。この合体ジョイントをこっち側に持ってきます。このクリックを使って、こう、親指で押すような感じですね。このジョイントが前に来ます。こうです。 腕はロボモードの時のようにして、こちら側に向けて、こことここにピンがあります。これをくっつけます。こうですね。あの各部こう調整しながらこうくっつけてあげます。反対側も同様です。ちょっとこっちからやってみます。ロボモードの時の位置にして、こうですね。次はこの部分。 これどうやって固定させるかというと、まず、ちょうどさっき合体ジョイントがあったこの隙間の部分、ここにちょうどこれが入るようになっています。こうです。ロボモードの時と同様に、ここを展開して、一段縮めます。そして、肩の後ろ側のここと、このピン、これをくっつけます。このピンはなんていうのかな、こう、がっちりくっつくっていうよりも、なんかこう、位置を決めるようなピンですね。うん。だからそんなにこう、ガチッとはくっつきません。 あくまで位置決め的な感じですね。そうするとこのようになります。こう。そしたら下半身。前になる方がこっち。で、ここ。これが稼働します。ここにヒンジがあるんですよね。後ろに持っていきます。そしたら足を左右に開いて、手首を取り付けます。ここの硬さは何て言うのかな。あのー、これ。 このヘラクレスの頃の TFC ってすっごい硬かったんですけど、これはあの絶妙な渋みですね。全然硬くないです。取り付けるときも、あの取り外すときも硬くないです。ちょっとやってみよう。取り外すときの力は、こんな感じですね。あの昔の非正規ってめちゃくちゃ硬かったと思うんですけど、これはそんなに硬くないです。うん、なんかやっぱりこう渋みが調整されてますね。こうかな これで、ハーです。左腕モードの完成です。さっき前だれのパーツを後ろ側に持ってきました。こうすることによって、腕がこのように前に稼働します。見事に左腕に変形しました。後ろ側はこのようになっています。これ指の先どうなってるかというと、ちょっと尖ってるんですよね。すべての指が稼働します。あの、ライオーカイザーって、えーっと、こうかな。 こういう感じのシルエットでしたよね。もしくは、あの、潜在写真を見ると結構いろいろな、あの、バリエーションがありましたよね。あの、説明書だと今みたいな形状なんですけども、うん、いくつかこう、自分好みにこう変えちゃってもいいかもしれないですね。さあ、次は他のおもちゃの左腕の大きさ比較です。これは先ほどお見せしたヘラクレスの、あの、ボーンクラッシャーっぽい人ですね。うん、大体大きさ同じぐらいです。 この合体に使われているジョイントも同じですね。さあ次はコンバイナーボーズ、スペリオンの左腕。うん、大きさが一回り違います。ご覧ください。あの、セーバーは合体してスターセーバーになりますよね。スターセーバーより、まぁ、あ、ちょっと大きい感じになりそうですね。<laughs> これは楽しみです。変形 <laughs> というわけで今回の TFC トイツ、ハーです。ミノスのレビュー、いかがだったでしょうか このミノスの元ネタとなったキャラクターはトランスフォーマービクトリーのブレストフォースのヘルバットということでまあ和製トランスフォーマーということもあって結構楽しみにしていた方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか僕もこれが発売されるのすごく楽しみにしていましたまあ今回実際このサンプルを触った感じとしてはなかなかいい感じでしたねうんあのさっきも比較にこう出したんですけどこの TFC トイズの一発目に発売されたヘラクレス これの時は結構各部が硬かったりとか、各自ユーザーがこういろいろ調整したりとかして遊んでましたよね。これに関してはもう本当にそのまま箱から出して遊べる一品だなと思いました。なので品質はかなり良いものになっています。いや、このクオリティで <laughs>、あの、ここにいる2体以外にね、こう4体揃って、最終的にこうライオカイザーっぽいロボットになるっていうのがもう本当に今から楽しみで仕方がありません。 その際はね、ぜひ、あの、スターセイバーをね、こう横に並べたりとか、いろいろしてみたいと思います。まあ、乾燥まで結構かかると思います。まあ、さっき、あの、出したヘラクレス。あれも乾燥まで確か半年ぐらいかかりましたね。あの、2ヶ月間隔で、こう、2体ずつこう、緩やかに発売されていったような記憶があります。なので、ま、あ乾燥するのは今からだいたいそうですね。まあ、今はちょうど正月が明けた1月の上旬なんですけども、まあ、おそらく、まあ、夏、 前かもしくは夏ぐらいに、あの、乾燥すると思います。というわけで最後まで、ぜひ見てください。次回のレビューでは、同じハーデスの第2弾、タナトスをレビューします。どうぞ、楽しみにしていてください。今回の動画、面白かったら、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おおこれライオカイザーっぽいロボットになるのかよ、とか。あ、こんなおもちゃあるんだ、とか。 あ僕もトランスフォーマービクトリーがすごい好きなんだよねとか、タナトスのレビューも楽しみにしてるよとか、感想までオタワ頑張れとか、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタワでした。